さーて今夜の晩酌はもらったやつなんですけど、生レモンちゃんっていうレモン風味、わかんない、食べてないからまだわかんないけど、レモン風味のサラダと食べる麺みたいなやつだから、はい、ですので一玉晩酌ですけど、1週間お疲れパテもそう、炭水化物夜も食います。で、大根サラダとサラダチキンとピーマンと、きゅうりです。あとトマト。はい、これで飲みたいと思います。はい、ポどうもパテマス協会でございます。というわけで本日はレモン、生レモンちゃんでレモン酢を使って酒を作って飲みたいと思います。うまいんかな。いやね、これね、レモン酢ね、あと5パック残ってるんですけど、あのもう売り切れてたまで、近所でも売ってないね、近所のスーパーも売ってないんですけど、あ、酒は小山市、はい、っていうのを飲みます。売ってないと思ってさ、まとめて6本でこれ買ったんですけど、あと5本残ってんだよな。賞味期限が8月27日、約1ヶ月。俺はどこまで飲みきれるのか。まあでも全部飲むけどね、賞味期限関係ないけどね、賞味期限なんて関係ねえけど、うん、オリゴ糖入れません。お酒もあのよきお酒だと思いますんで、うん、もうレモンサワーだけ、レモン酢だけでいい。ちょっとこれ透明、このコップで、コップっていうかサワー作って飲もう。あと青森もあるんで、青森もソーダで割ると美味しいしね、ソーダでも、レモンソーダね、ソーダソーダ。というわけで乾杯。1週間お疲れパテもそう、乾杯。どうやろな、まあ、野菜のところへんが食おうかな。あのこの麺の、あ、でも混ぜた方がいいんか。麺のとこの、麺のとこじゃ、麺のについてたタレしかかけてないから、野菜にドレッシングは変わってないんですけど、まあ、冷やし中華とかももちろんね、上からかけるだけなんでね、でもこれだけでうまいんでしょう。いきなり麺か、ちょっと待てよ、肉も食おうか。晩酌っぽいな、なんか腹膨れてしまいましたからね。うん、あれ食べるサラダチキンは美味しいわ。うん、生のピーマンもうまい。飲めようか。絵面的に周りにやったけど、この木皿でやりたかったからね。ちょっと食べてみますわ。うん、冷やし中華だね。レモンっぽいかって、そこまでレモンっぽくもないかな。うん、麺がうまいね。あのつるっとした麺じゃなくて、ちょっとごわっとした麺。うん、うまい。これ一玉なんですよ。なんか3人前入ってるのもらったんやけど、まあ食べよう。まだちょっと賞味期限これ間に合うんでね。で、ほんまはね、今日の昼ね、まあ言ったら日曜日の日だ、親子丼にはやば、絹笠丼っていう揚げのね、卵丼食べたじゃないですか。本当はね、賞味期限1ヶ月、賞味期限切れまで1ヶ月に迫ったカルディの、ビビンバを食べようと思ったんやけど、これ野菜ビビンバって書いてあって、肉なかったのよ。肉いるでしょうわーと思って、牛肉かカルビ、まあ、焼肉屋でもいいし、近くのね、肉買ってきて、まあ、スーパーの肉でもええかな。うん、それで焼肉カルビにし、焼肉で焼肉ビビンバにしようと思って、目玉焼きのせいでね、うん、なんで今日はちょっとやめたんだよ、これ。
もうそれだけでもいけるっぽいんやけど。今ガチでうちにある肉ってサラダチキンと冷凍ひき肉しかないからさ、あとね魚用のささみ、まあ、それ魚の餌に買ってるやつやからさ使わへんからさ、豚バラ切り落としとか牛肉とかちょっと明日買いに行こうかな。やっぱり炒める肉がないのね、飯のね幅がね非常に減る。うん、だもんでやっぱ肉はねちょっとストックしとこうかなと。明日だけどまた撮れたらマニアチャンネルの動画ね、撮ろうかなと思ってます。ゴミ捨ても行きたいし、明日はねもう雨が止んでほしいわ。皆さん4連休終わったな、今日から仕事でしょ。動画的にはね今日からね。疲れましたか、疲れましたか。疲れたやろ、4日も休まない疲れたやろ。どない過ごしてました皆さん4連休。賢く自粛してはりましたか皆さん。まあ私は仕事してましたけどね、普通に仕事してましたけど、ああ濃かったな。ちょっとうん、最近ね本当ゲームもうここ数回ずっとゲームばっかりしててさ、アクアリウムに全然手つけてなくてさ、結構ねアクアリウムでやろうみたいな時間かかるんですよ。水替えも月に1回ぐらいになっちゃったしさ、まあ、ホイールも全然水質下がってないから大丈夫だけど、今スーパーダウンっていうわけじゃないけどさ、ゲームの方に時間取られちゃってて、アクアもね縮小していってもいい、あまだ無理か、まだ無理やな。うん、ちょっともう生き物は増やさないでおるんですよ、大掛かりな生き物は。本当はねそこの水槽を撤収して新しい水槽に乗せ替えようかなと。で今まで買ったことなかった魚をそこで買おうかなと思ったけどね、気力が出ない、まだ。なんか知らんけど、全然違う関係ない話ですけど、上顎のがね皮むけてるんですよ今。だから俺そんな厚いもん、あっ僕はそんな厚いもん食ったっけとか思いながらね思い出した。今日の朝のじゃあ昼の絹笠丼、レンツンメスがね熱かったんですよ、うん、あの
喉元すぎればってやつあるやん、言うやん言葉がね。あの時一瞬暑いな思ったのにさ、もう普通に途中から丼でさ、丼がそんなクソ暑いと思ってなかったからさ、忘れてたわ。じゃあ今日のもうなんで口上が皮めくれてんのかな思いながらね、この10分近く喋ってたんですよ今まで。うん、そうかそうや、ひらめいた。ああれや、俺ね今日きゅうり食うとかなかんかったんや、漬物明日ねえか。この間何日前、4日ほど前かな、きゅうりをね、あの昼飯とかにも食ってたやつつけたんですよ、ジップロックで。でね、その味付けをいつも私が作ってる、まあ、ここで、まあ、晩酌動画で食ってときたまんやけど、あのポン酢でやる鶏ハムみたいなのあるんですよ、私がよく作るね、よくて、まあ、まあたまに作る。その味付けででもうめえんじゃねえと思ってね、だしポン酢、白だし、鷹の爪生姜、ニンニクで、ごま油ちょっと入れて、それでつけたの。むちゃくちゃうまいよ、むちゃくちゃうまい。俺またやろう。なんかね、ポン酢の酸味がね、ちょっとね、なんていうのかな、ちょっと時間が経った漬物みたいな感じじゃないんやけど、まあそういう感じではないかもしれんけども、ピクルスっぽくもないんやけど、なんかね、あの酸味がねうまい。そんなしっかり測ってやってないよ、ポン酢。じゃポン酢何分ぐらいの、大さじ4杯か5杯ぐらい、きゅうり3本につき、うん、で白だしは大さじ1ぐらいか、大さじ1もいいじゃないか、小さじ1ぐらいかな。で、ニンニクは2かけ、生姜はまあ少々、豚の爪1本で、ごま油は小さじ1杯分ぐらい、もうそれでつけただけです。今のでいけんじゃない、今のまんまでもいけると思うよ、そのまま水入れてない。これジップロック入れてトントントンってちょっと潰して2日ほど置いとけば、うん、美味しくなってますよ。私はその上に塩昆布をのっけてね、食うのが好きです、うん、あ、なくなっちゃったな。まだね、8時なんですよ今。最近ね、まだ喋るかって感じだな。なんなんやろ、眠いんすよすごい昼間とか。飯食った後とか、前こんなことなかったんやな。ここ1、2週間仕事もさ、合間にお昼寝休憩とかあったんやな。
シエスタ作ったらいいのにな。ほら、めんどくさいか。シエスタって言って、スペインとか、まあ、スペインだけなんかわからんけど、お昼まで、12時まで仕事して、12時か2時まで、2時だったかな、まで仕事して、そっから何時間か、休み。それからまた働くっていう、全部の会社とかね、そういうの。言ったら、レストランとかさ、飲み屋がランチとかしてたりとかしてさ、ランチタイムは2時までですみたいなのあるやん。でそれ以降は5時まで閉めるやんそんな感じなのよ、会社とかでも。多分ね、日本みたいにクソ遠いとか通ってる人間って無理かな、どうなんやろな。なんかみんな家帰って行ってたような気がするのかな。どうね、遠いところの人ももちろんいるとは思うけど、いるとは思うけど、大体みんな帰ってたような近い人が帰ってただけか。それが確かに4時か5時ぐらい前なんですよ、2時から。その後から多分7時かぐらいまで働かないんだよ。7時か8時ぐらいまで。まあそれはそれで嫌やな。バッと働いてバッと帰りたいな。まあ国によっていろいろ、国によっていろいろありますよ。ああ満足じゃった。まあこれもうすぐ開くな。お開けようか。コップ一杯6倍希釈で、30ミリ、30ミリあたり18キロカロリー。知れとんな。まあ、ええわ。さあゲームしよう。というわけでパテモス協会、本日はたわいもないことをまたダラダラ喋って、生レモンちゃんっていう麺でサラダ麺を食べました。ごちそうさまでした。めっちゃ腹いっぱいです。